今週の日本人ジャムは住んでびっくりバリ島スペシャル。そこは神々の住む島と呼ばれる神秘の世界。そして年間370万人の観光客を癒す極上のリゾート。バリ島だけでおよそ2800人の日本人が住んでるそうですよ。早速日本人妻に会いに行きましょう。やってきたのはバリ島南部の村サヌール。確か白いお宅って聞いてますか。あ、ここですね。こんにちは。はい、スラマチアン、よろしくお願いいたします。何こちらがバリ島在住32年の日本人妻ゆかさん。っていうかお顔よりくびれに目がいってしまうじゃないですか。あのお年は53になります。もうすぐ53歳でこの引き締まったバレー。しかしゆかさん20年前にはなんと70キロオーバーのぽっちゃり体型だったんですって。その大変身の秘密は後ほど。あっ、まさか、こちらのお若い方がご主人？すごい迷惑だよね。うちの長男です。30歳です。びっくりした。あら、息子さんでしたか。失礼いたしました。さらにゆかさん22歳の次男に日本で暮らす19歳の三男、そして17歳の四男に14歳の長女、全部で5人のお母さん。それであの体すごい。そんな大家族を支えるビッグダディってどういう人？親父。親父って？うちの主人です。同い年なんですけど。お綺麗な奥様ですね。そうですね。心こもってない。心こもってる。そうですね、もう全部いいんじゃないですか。いや、何やりな感じ。初めて聞いた。まあ地味じゃないけど性格も、うん。旅行でバリを訪れた19歳のゆかさんにガイドだったご主人が一目惚れ。ご主人の猛アタックを受け止め、なんと3回会っただけで1年後の20歳で結婚。すごい、20歳で結婚だって。現在は観光ボート会社のオーナーなんだとか。うちの親父エディ・マフィン似てるってよく言われる。その後39歳までに5人のお子さんを出産。産後太りが戻らず、このド迫力。一体どうやって今のボディを手に入れたんでしょう。何でも秘密の部屋がご自宅の2階にあるそうです。8、7、6。何やら賑やかですが、あ、ダンススタジオ。実はゆかさんバリで有名なエクササイズのインストラクター。自宅の2階を改装したスタジオで週5日レッスンを行ってるんですって。このまま股関節から吊り上げて。教えてるのは骨盤ねじ締めエクササイズ。出産後のゆかさんが独学で考案したんですって。5年間で25キロのダイエットに成功したゆかさん。42歳の時バリのボディメイクコンテストで最年長にして優勝。レッスンの生徒は100人以上、ほとんどが日本人妻なんですって。体重はそんなに変わらないんですけど、お尻が締まります。もう1000年以上通ってますよね。はい。ね、目指すは子供5人。そんなカリスマインストラクターゆかさんのお家見せていただきましょう。
26年前ご主人の実家の土地に建てた 7LDK。 というわけでバリ島暮らしってどういうもの、お部屋の暮らしやすさ徹底チェック。はいどうぞ。まずはリビング、高さ4メートルの天井、開放的。床は涼しげな石のタイル。ソファーセットは大家族でゆったり座れそう。実はこれ最新のアジアン家具。一見塔を編んだように見えますが、実は人工の素材でできてるんです。水洗いできてアレルギーも防げる優れもの。ところでこのリビングエアコンがないようですが、この部屋にはエアコンはないですね。え、大丈夫ですか？バリの平均気温は28度と聞いていますが。風穴なんですよ。あのバリの昔のお家ではクーラーとかがなくってね、夜閉め切ると暑いので、あのバリの普通のお家にはこういうふうに穴が上に開いてます。そういうこと。風通しがいいからエアコンなしでも暮らせるんですね。ゆかさんのお宅にはなんとおよそ100箇所の風穴が開いてるそうです。でもゆかさん困ったことがあるようで。いきますよ。ヤモリですか。よく見れますよ。でよくあのおしっことかうんことか上から落ちてきて顔にかかったり、お料理してるところにそのお料理の中にダイビングしてきたりとか、ヤモリはよくそういうことします。もう台無しみたいなお料理が。あら、ここにも鳥も入ってきてますけど。鳥だ。自然と一緒だ。ご主人何涼しい顔して見てるんですか？あ、もういつでもあるんですよ。小森とか、いや、もうでっかい子守よく入ってくるんですよ。サソリも出るんですよ、ね、で私ネズミに噛まれたこともあるんですよ。網戸を買って虫が入ってこない。どこの、どの辺？穴全部、100個ぐらいあるじゃん。あ、とりあえずそのままね